マリオストーリー、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 マリオストーリー。はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、ウルです。それじゃあね、今回もマリオストーリーやっていこうかなと思います。あれ、マリオたちはどこにいるんだってわけで、どこにいるんでしょうか。さて、ここでしたーって。はは、くだらね。それじゃあわけでね、じゃあ今回先進んでいくわけなんだけど、前回セーブしたところの先を進んだところからですね、じゃあセーブ、うん、じゃなかった。ちょっと、ブロック1枚ついてた。で、回復していきましょう。ありがとう、FP 回復。これはありがたいね。あ、ハートフェイル外したか、俺体力30だから、ちょっと待って。鏡じゃん。ミラーワールドだ、俺たちこれ。すげえ、ミラーワールド行きだね、これ。これなんかこっち側にあったりするんじゃないの？何もないわ。一応ピンキーで破壊しとくか。こういう場所はなんかありそうなんだ、俺の勘が言ってる。だから裏側にヒビ入ってるとかありそうだからね。一応やっとく。さすがにねえか、でも。なかったわ。俺の予想は当てにしたい方がいいぜ、みんな。というわけで、じゃあ中に入ってきました。ここは多分クリスタラー神殿かな。そうだね。あ、手前側に扉ある。これ迷いそう。これ何？これ押しちゃっていいの？押しちゃいますよ。どういう仕組み？すげえ。なあ、なんかよくわからんが、ドアが入れ替わった。なるほど。赤と青のスイッチになると、そのドアの部分が来てくれると、あ、セーブロッカーね。まあ、いっか、別にセーブは。ん？なんだこれ？ここでなんかジャンプしろって。あんもないやな。一回、ピンキーか？ん？どっちだ？ピンキーでいける？ん？違う。なんもないな。あ、なんだこれ？おっと、バサバサもいるね。うおーん。物知りクリオ先生、お願いします。あー、これ地震でハンマー役に立つなーと思ったけど、まずはとりあえずは中チェンからのクリオ先生お願いします。彼は誰なんですか？バサバサらしいですけど、バサバサチュルル、バサバサチュールチュールだ。空中から層的にマニューに通しくる HP を吸い取るんだ。最大 HP は8、攻撃が2、防御が0だ。 A を連打して追い払わないと HP を吸い続けられるから気をつけてね。はいはい、天井にいる時はジャンプで攻撃できないから、でも地震なら効くから、パレタとかレサレサみたいに飛んでる仲間だったら攻撃届くからね。落ちてきて飛んできるようになったらジャンプで攻撃力になるよ。なるほど。まあとりあえずじゃあ地震でハンマー使っていきましょうか。ほい、ワン、ツー、スリー、フォー。オッケー、これで全員降りてきてジャンプで、うわー、クー。よし、オッケー。いや、めんどくせえ、クー。よし、オッケー。が、クー。ちょっと待って、マジでこいつだ、こいつだ、やばい。ちょっと待って、みんな、こいつら嫌いかもしれん。こいつら嫌いだからキラキラ音。いや、ここはもう HP7 だったらもう星降る夜使っちまおう。星降る夜使っちまおう。ちょっと待って、検証編になる、マジで。ちょ、 A ボタンがマジでふざけてる。ちょ待って、ふざけんなよ。俺この浅いボタン、もうちょっと浅いボタンじゃないと詰めるんだ、しにくいんだよ。爪が滑るから、よそで爪つるすすぎて滑んのよ。ありがとう、ロクスターポイント。できれば戦いたくない、もう。なんで俺こんなしょっぱなからこんな疲れなきゃいけないの。ちょっと、もう。それじゃあみんな倒したから先進んでみよっか。さて、ここ、んなんだ、宝箱。なんだろう。何？青い鍵。あー、なるほど。これで青い部屋に行けるってわけか。じゃあ戻ってみましょうか。そうだね。これでさっき青い鍵もうなってる状態。ここでじゃあ青い鍵使ってみましょうか。青い鍵使って。多分今回このクリスタラー神殿攻略であれかな、動画終わる感じかな。あ、ピンキー必要だね。じゃあピンキー爆破していきましょうか。あれでもあっちが破壊できてない。あれどういうことだ？鏡の中のあっち破壊できてない。あれどういうこと？ちょっと待って。あれ、ちょっと。なんで破壊できない？しかもあいつどうやって取ったの？あれいないし、あっち側の俺。鏡じゃなくなってるし。どういうこと？え、ちょっと待って。どういうこと？本当に。ああ、はいはい。破壊できて、破壊できて。はい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 。別にどこにって感じだな。これさ、あ、気づきましたか皆さん。ここ通れますね。なぜ分かったかというと、ここ、この辺はガラス、ミラーがあって、キラーンってしてない。ここだけキラーンってしてないわ。あ、なるほどね。こうやって奥行きも使っていくのか。いや、分かりづれな。いや、さすがちょっと 3D 感あるね、こういうの。こういうの好きよ、俺。じゃあ、先進んでいきましょうか。あ、で、ここで、なるほど。さっきピンキー破壊できなかったけど、破壊できるようになると。オッケーオッケーオッケー。では、先の、じゃあ、うわ、あれ？うわ、マリオが来た！お前もマリオだろ。この手、やってしまえ！あ、お前らか。あ、お前らなの、鏡かと思ったの、これ。ただのガラスなの、これ、じゃあ。あ、そんな、それはできれば知りたくなかった、事実。よし、オッケー。ん、くっさ。あー、やっぱり本物は強かった。ちゃんと本物リスペクトするあたりは、ちゃんと優しいな。あ、なるほどね。ここ、鏡のガラスだったんだ。なんか、鏡かと思ったけど、ということは、この先にも亀木とか、あれ、偽物とかいんのかな？あ、いるわけじゃない。これ、スイッチ押すとどうなんの？逆に。あー、別にそれは変わるだけか。あ、そうだね。別に変わるだけだね。で、どっちみち鍵がついてるから意味はないと。
でも鍵を外したらどっちも共鳴するってなかなかにえげつないよね。なるほど。でこっち側の部屋にちょっとした違和感があると思いや、ちょっとこれスタートに戻ったらなんかあるんじゃないの。なんかあるかな。なるほどね。あいつら、あ、なんかこっち側ありそうじゃない。あ、星のかけらでございました。じゃあ戻ります。それじゃあガラス越しのこれ入ってみよっか。これなんだ。あ、アイテムが亜生ブロックの代わりにアイテムになってる。あ、スーパーキノコだ。ありがて。これありがたいね。体力回復できる。うん、バサバサチュールチュールチャウチュールがいる。ちょ、一回こっちおびき寄せーのして。で、これ多分、あ、なるほど。あっち側のバツ印はこれか。なるほどね。こっち多分共鳴してること、あっち側も開いたってことなのかな。そうだよね。多分そのね、ちょっとバサバサチュールめんどくさいから無視すんね、みんな。この子たちちょっとね、めんどくさいのよ。HP 吸収してくるからね。それがちょっと嫌い。で、ここ通ってて、これなんか宝箱かな。赤い鍵かな、多分これ。赤い鍵臭いかな。違う。生クラ刃。与えるダメージが1減るが、敵から受けるダメージも1減る。ん、使いづれえな。あ、でも今、モロハの刃つけてるから、この状態で使えば、あ、ちょっと攻撃1減るけど、その返し防御力が上がるのが別にいらねえかな。じゃあ、こっち側進んでみよっか。さて、こっち側何かな。バケバケがいるぐらいか。バケバケ正直めんでいいのよね。こっち行って、それでこっち、この先にバケバケはいないね。オッケー。じゃあ、進んでいきましょうか。バケバケとかね、そんな経験値美味しくないと思ったら、キラキラ落とし、キラキラ落としてもらいました。多分これそうだね。多分逆側になんかあるんだろうね。さっきのガラスを戻ったとこ。ちょっと戻ります。やだん。さて、戻ってきたら、あ、開いてる開いてる。やっぱり開いてるわ。というか、この先に、多分赤い鍵があるのではないでしょうか。さて、敵はいないね。おっと、ピンキーちゃん。じゃあ、ピンキーちゃん使っていきましょうか。さて、ピンキー爆発。よっこいしょー。さて、いいね。これでいきますね。じゃあ、オッケー。開いたね。じゃあ、行きましょうか。なになになんなのこいつ、あたいの真似なんかして。マリオ、まさか本物のあたいがどれかわからないなんて言わないわね。多分一番最初食べてるこの子は本物じゃないの。ちょっと待ちなさいよ。あんた偽物の時に何言ってんのよ。本物のピンキーはこの、わ、だ、し、よ。いえいえ、騙されちゃいけませんわ。よーくご覧になって、マリオ様。本物はこの私一人だけ、あとはみんな偽物ですわ。私が本物よ。マリオ、私を間違え、見間違えてしないでよね。間違えたら怒るわよ。俺は本物のピンキーだが、よう見てちゅう。本当だっちゅうに、お前だけ違うんだよ。お前で性別も喋り方も何もかも違うんだけど。お前騙す気ねえだろ。なんなのよ、もう許せない。マリオ、この偽物たち片っ端からハンマーでぶん殴ってやってよ。あたいになりすまそうな、絶対に許さないわよ。まあ、本物はやっぱあたいだがこの子だね。ああ、それがようございますわ。ボカンと叩いて発揮させてしまいましょう。おねえ、それがいいわ。私の偽物なんて放っておくわけにはいかないわ。マリオ、本物は私なんだから私を叩かないでよね。試しじゃあお前から。何一人やーす。俺が本物っちゅうのは見りゃわかるがやー。こいつちょっと最後に取っとくか。まずお前から。どうして私を叩くのよーって。おう。くそ、バレちまったか。何が悪かったんだ。はい、次お前。あら、私がにそってもお別れなんてすごいですわ。褒めてくれんな。くそ、つかみはバッチリのはずだったね。覚えてやがれ。本物感。じゃあお前は、俺、俺、お前だ。次。あらー、私に嘘だってよく目破ったわねー。お釜なのよ。ちっくしょー、うまい真似したはずなのに、今のお米だよの真似はうまかったよ、多分。さて、じゃあ二択ってわけで、もうどっちがどっちだかわかんねえよ。こっちだろ、多分偽物。しまったー、バレてしまったかやー。もうちょっとうまく化けとけよかったかやー。お前は向いてないよ、変身に。俺こんなもんは嫌だとか言ったら逃げてあれ方がよかったよ。覚えとらんよ。それお前の本来の喋り方だったの。何これ。もしもマリオがあたいを見間違えたりしたら、お城のそばでドカンと爆発してやろうと思ってたけど、さすがマリオ、あたいを分かってくれて嬉しいわ。危なかった。命の危険だったわ。何された今。何投げキスされたのかな。まあ、とりあえずこれなんだろう。これ赤い鍵かな。いよいよ。オッケー、赤い鍵。オッケー、ゲッツー。じゃあ戻りましょい。ほっ。さて、これで赤い鍵の方のドアが移動してきまして、さて、この先は一体どんな謎解きが待っているのやらって感じですが、まあ、そんな難しくはないよね、謎解き自体。リトルナイトメアのね、もう謎解きをクリアしてる今の俺に、こんなしょぼい謎解きが通じると思ったら大間違いですよってわけで、おっと、なんだこれ、なんで奥行きで行き来できるんだ。うん、まあ、なんか奥行きと行き来できるけど、まあ、とりあえずちょっと普通の正規ルート見てみよっか。なるほど、ここで戻れんのね。おっと、ガボン兵が。あー、なるほど、奥の、もしかしてこいつは倒さないといけないのか。じゃあ、ピンキーの先生が、ん？なんだおめえは。いや、ごめんなさい。パラレラー様の言いつけにより、何人たりともここを通すわけにはいかん。パラレラー。今回の敵はパラレラーって名前なのか。お前のような怪しい奴は俺が痛い目に遭わせてやる。あー、戦うんだ。まあ、もうお前とは一度戦ったからいいと思ったら、なんか後ろに見たことねえ奴いんだけど、誰あいつ。クリオ先生、あの人誰？なんか黒いカメック、闇落ちカメックいんだけど、誰あの人。誰？グレーカミックで、グレーなんだ。カミ貴族の魔法使い、グレーの方がなかなか。渋いね。
最大 HP は11で攻撃が3、防御が0だ。仲間をよけよけにしてしまう魔法使い。よけよけのみんな能力者できるの、マジかよ。こっちの攻撃受けなくなるんだ。厄介だから早めに倒そうね。オッケー、じゃあ土管ジャンプ試してかましてみる。そうや、本来の威力の土管ジャンプ試してなかったな。じゃあ試しに普通の土管ジャンプでいってみましょうか。ほい、あ、強え。11ダメージ。はい、うん、ガードできませんでした。じゃあ普通に、あとは普通のガボンで始末していきます。オッケー、倒した。そしてこれ、あ、やっぱそうなんだ、奥の石像も消えるんだ。なるほど。じゃあちょっと待って、これこそピンキーで仕留めるべきですよ。ほっ、いってらっしゃい。届っかな。はい、あ、届いた。ナイスピンキー。あれ、何も起きてないやないかーい。オッケー、当たったエフェクトあってたのに全然出なかったね。何だったんだろうね。多分まあどっちみちこっち、なんでこんなガボいんの、いすぎでしょう。いい加減にしてよ。通さないって言ってるだろ。お前通じないとバラレラ様に怒られるじゃないか。バラレラ様に怒られないためにお前なんかやっつけてやるかな。オッケー、倒した。これでもうあれだね、鏡の方側から進めんのかな。そうだね。じゃあこっち側多分何もないよね。うん、でもなんかハンマーが貫通すんな。ピンキーでちょっとやってみるか。一応ピンキーで破壊できる可能性あるにかけて、うん、何もないね。オッケー、じゃあ戻りましょう。さて、これで石像を全部倒したから、これでとこ通れるようになって、うん、なんだこれは。スイッチを押すと、どうなんの？おー、なるほどね。つまりこれピンキーで押して、その間にこっち側から、確認いれば、こうやっていけるってわけね。なるほどね。面白い仕組み。こういう仕組み面白いね。今までのアクション覚えてて、うわー、なんだ、バケバケとなんか、もはやバケてないけどね。ちょっと、何あいつら、もうバケてない、痛い！みんな、このイエローカメック、俺前々回のお相撲戦の時に出てきたんだけど、調べてなかったから調べるね。イエローカメックだよ。仮面図とかの魔法使いだ。黄色い服が割と目立つね。最大値は11、攻撃が3、防御が0だ。長生をビリビリにしてしまう魔法を使ってくるんだよ。ビリビリになってる敵に直接攻撃するとダメージを受ける、気をつけようね。わかりました。さて、こうやってあっち側に宝箱あんね。なるほど。どうにかしてあっち側に行く必要もあるのか。ん？あ、カメキになってる。これカメキにしろってことなのかな。ちょっとやってみる。歩いてって、ちょっとあいつらの行動見てみるか。で、どうすんの？あー、なるほど。この下に行けばいいのか。なるほど。なんでリチキン教えてくんのこいつら。よいしょ。あれ？おい、予定と違うぞ。うわあ、どういう状況？マリオくん、私が本物の神器だ。もちろんわかってるだろ。無理ある、無理あるって。あ、マリオさん、いや、わしが本物の神器じゃよ。あとはみんな偽物ですぞ。マリオさん、俺ちが本物っす。わかってるっすよね。あ、わしゃ、本物の神器じゃ、どういいますが、わしを殴ってんではないじゃろうの。僕が本物の神だよ。もちろん兄さんなら間違うわけないよね。いや、お前らさすがに無理あるぞ。こうなったらマリオくん、偽物だと思うやぞ、片っ端がぶん殴りたまえ。ああ、それが良さそうじゃの。ああ、それが良さそうじゃの。兄さん、僕以外のやつ思いっきりぶったたいてやってよ。偽物でもルイージって何この、何この状況。お前ら、カメキに間違える気もうゼロじゃん。何してんの。まずルイージの偽物、てめえからだ。偽物なりすますには、ひでえもんがあるよ。声真似はうまかったけどな。兄さん、僕が本物のカメキだってあれほど言ったのにひどいや。俺のルイージはカメキだって言われるんだよ、自分のこと。なんでね、絶対バレないと思ったんだけどな。どっから来たの、その自信。で、お前はマリオくん、私が本物の神器だよ。もちろん分かってるだろうね。うん、死ね。お前は無条件で死ね。本物だろうと叩くわ。むむむ、マリオくん、よくぞ私が偽物だと分かったね。では、さらばだ。なんでそんなシェンロンみたいなされ方すんの。で、お前は？うみゅ！よくぞわしが偽物だと分かりましたの。喋り方お前変わりすぎじゃないか、毎回。チェックじゃー！なんでたびたび小梅だよになるやついんの。最後お前だよ。平泉星みたいな喋り方の。うん、なんかちょっとこいつ浮いてる気ような覚え。なんか浮いてない、ちょっと。気のせいか。あ、そう、やっぱちょっと浮いてない、ちょっと。残しろ、ちょっと浮いてない、気のせいか。でもなんかマリオのついた足の位置とちょっと違うよね。残しろ、やっぱ浮いてるよね、これ。あ、わしゃ、本物の神器じゃ、そう言いますが、わしを殴ってんではないじゃろうの。死ねい。わしが偽物だと見破るとはなかなかのものじゃの。くそ、おいでいろよ。お前だけ素の声じゃん、やっぱり。やっぱ最後の人だけ素の声じゃん。やったー、大正解っす、マリオさん。逆に正解しなかったら俺はマリオを疑うぞ。やっぱりおうちのことちゃんと分かっててくれてるんですね。感激っす、お前も偽物なんじゃないか、実は。はい、とっか一回。さて、なんかさっき進んでいきましたが、扉が2つありますが、まあ、とりあえず右側から調べていきましょうか。何あれ？あ、これ亀木。お、まじこれ分身がやると？なるほど。なんであいつら攻略に協力してくれてんだ？なんであいつら攻略に協力してくれてんの？ちょっと一応こっち調べてみよっか。行き止まりだったら行き止まりでしょ。あ、行き止まりだね。じゃあこっち戻ってみよっか。で、こっち来たけど、で、こっち側がなんか正解なのかな？一応ちょっと流れで来ちゃったけど。お？なんだこれは？押せる？
あ、押せるね、押せるね。あ、押せるね、やっぱ引きずった跡があったからね。おお、マリオさっき今見た、みんな。押せるね、やっぱ引きずるね、やっぱ引きずるね、やっぱ空中ジタバタしてたね。可愛らしいね。あんなマリオ見る。うえへへい。うえへい、ゴーグー、さらば。オッケー。で、これこっち進んでいきまして、これなんだ。はい。これもバッチかな。ん、モロハの刃、当たりダメージ1増えるが、敵から受けるダメージ、難しいなぁ。敵から受けているダメージ1増えんのか。HP が50ぐらいあれば安心してそれは使えるけどさ、なんか、今のままではちょっと使いづらい感あるよね。ふんふん、バカめ。見極める力、さよなら。お、危ね、あいつ、あいつ、一死してな、俺を殴りに行こうとしてるじゃん。危ね。ふん、よいしょ。オッケー、出てこれたね。さて、これでこっち側調べて、おっと、これはまあ、トルネードジャンプで、か、んー、ちょっと待って、下になんかあったな、今。神木ちょっとそこどけ。オッケー。物し、物、クリオと違って物知り。オッケー。で、星のかけらけって、うえぇ、ー、あ、なるほどね。あっちとリングしてるから、このマリオたちのズーダイじゃ、このでけえの押せねえけど、今のズーダイのでかさだと押せるってわけね。なるほど。あっち側の普通のズーダイを押すことによって、こっちが押せる。バケバケいんのか、メンディーな。バケバケしつこいな、しかも意外と。こいつらそんな経験値うまくないかな。うまければ戦うんだけどさ。で、これでバッチじゃなかった、あれかな、鍵かな。オッケー、神殿の鍵、神殿ですね。さて、ここで神殿の鍵が使えるんで、まあ、とりあえずこっちの正規ルートが調べていくのがいつものこと。さて、こっちが、ん、なにこの子たち。あ、これ、敵じゃないのか。あ、てか、これ、鏡ってあんの？あ、あるわけじゃない。なにこれ？なにすればいいの？ん？謎を解かなきゃ、ここは通れませんよ。謎が解けたら通してあげます。あー、なるほど。ちょっと理解したかもしれん。多分ね、これ。こいつらの背中側から押したじゃん、前。あの石像。だから、こいつらの向きを変えれるんじゃないかな、話しかけて。で、これ多分押せるっしょ。あ、押せる押せる。で、多分これで多分こっち側に押したから、多分こっち側に向かせて、で、そうするとこいつも一緒に動くんじゃないかな。多分動いてるっしょ。見てみて、下のやつ。あ、動いてる動いてる。で、これでまず1体目。だから一番奥のやつは、ここからこっちかな。こっち側に押していけばいいのかな。さて、これ階段が、おぉ、車両つな出方。謎解きそんな時間かかんなかったね。さて、じゃあこれすねぎ、いや、階段の絶対これへこむって乗った瞬間、ベニってなってって。普通になるって、マリオたちそんな軽いのか、体重。おっと、セーブポイント、あれがあるな。回復ポイント。つか、これボスか。あ、ボス説あるな。どうする？謎解きで割とカットしてから、ちょっとボス戦までやっちゃう？そうだね、ボス戦までやっちゃおうか。多分ボス戦だね、多分これ。こんにちは。こんなところまで来るのは誰だ？俺だ。あ、そういうタイプ。どういうやつだ？容姿はなんか、あ、かっこいいじゃん。あ、変わらだないんだ。この人がパラレラーさん。見た目は普通のなんか、氷の王って感じだね。よっぽどクッパでいいやつ感ありそうだけど。体どうなってんの？貴様マリオだな。とうとうここまでやってきたか。くっへっへっへ。星のせいを助けに来たのだろうが、そうはいかんぞ。ここで貴様をやっつけてクッパ様へ、コマリオの氷漬けプレゼントして差し上げるのだ。冷凍食品のような扱いってこと俺。ボス戦はちょっと、ボス戦の BGM 聞きたい。ちょっと待って、聞かせて。えっ。ふっ。何この BGM、 いいなぁ。いいね。で、ちょっと中チェして、まあ、クリオ先輩に、ちょっともう、中チェはそうだ、いいんだった。なんでもあの周りに湧いてるのあれ、何パラレラオプション、まあ、とりあえずパラレラから。パラレラーじゃ、クッパの手下にクリスター神殿に盛り込んだやつだよ。最大値70、攻撃力が6、防御力が2、つ、明かりによか、こいつ。オプションを吸い込んで吐き出して攻撃してくるよ。その時攻撃は4で、オプションの数だけ連続しておきたら、なるほど。つまり 4×3、3×4×12 ダメージが。あと、マリオを殺しちゃうこともあるから気をつけないとね。HP が少なくなると分身攻撃をしてくるんだ。その時攻撃力が8で強くないこの人。分身中は本体攻撃しないとダメージ与えられないんだ。どれが本物か分からないんだ。全体攻撃したらいいんだよ。おいらって賢いよね。おいおいおい、ずり寄ってんだ。なんで、なんか今俺全体攻撃する技を持っていない。つまりどういうことが分かるか、みんな。ゴリ押しでやるしかねえんだよ。つまりこいつは、これはパラレラー自体に攻撃力が高いってこと。お、ミニミニ踏み切っかな。おい、おい。効かない、こいつ。あー、吸い込んでくんね、多分。これ、そうだね。パラレラオプション。どんな感じ？うわ、なるほど。強いね。あー、しかもパラレラオプションいなくなっちゃう。じゃあ、ここはちょっと中チェーンあかりにして、これ中手明かりんで、こっちはちょっとチャージしよっか。そうだ、貫きジャンプあるから、貫きジャンプ使っていくか、チャージして。で、チャージ。で、これで、発電パワー明かりに使ってもらいつつ、で、どんな感じ？ワン、ツー、はい、はい、はい、オッケー。これ4ターンはこういうジャンプした。どんな感じ？どういう感じ？あ、オプション出せたのか。まあ、これだったらちょっとピンキーのウルトラバカ使ってもらうか。いや、ピンキーのスーパーバカでいっか。で、これ作戦中チェンして、
いやこれおっぷくさんの方が効率いいか。いやでもあいつらの体力がどれくらいか分かんねえんだよな。いやあいつらも物知りしたいけどちょっとごめんみんな余裕ねえわ。こいつ多分強えわ。多分その後したら死ぬわ普通に。でスーパー爆発をかまして、いやこれパララオプションとは攻撃できないの。なるほどウルトラ爆発じゃないダメなのか。まあ行くしかねえか。うわーかましてやれウルトラ爆発。強いねピンキーちゃん。やるね。じゃあこっちもちょっとチャージして3攻撃上げつつさえ貫きジャンプいくぞ。なんだうわ何それ。強くないかこいつ。マジで強いな。やばいぞこれ。普通に負けそう。みんな普通に負けるぞ。そうだね、こっちはビリビリフラッシュで攻撃しといてもらって、はい5ダメージ。おナイス。よくこのタイミングやってくれた。まあ緊急機能があるから割とご利用していくのもありだな。あオプション出すのかここで。いやメンディーなこいつ。オプションオプションがダリーな。あマリオ攻撃で攻撃解けたね。でこれあそっか氷解けるターンで一旦使うのか。そうなんだったな。赤チェンで他に全体攻撃できるとはオプクさんか。カメイケもファイアーコールだから効きそうだけど全体で効かねえんだよな。難しいな今回。オプクさんに頼るか。オプクさんの方が多分効率いい気がする。そうだよね、オプクさん全体攻撃でもやるしかねえな。 A 下 AB 下 B。 うわーくそ。でもこれ倒せるかな。オプションの高耐力がどれぐらいかによるな。あ、オッケー、5ダメージも倒せるわ。十分いい十分。あ、いや待ってこいつ面倒。ちょ待って、何こいつガードがダリ。ちょ待って嘘だろ。ちょ待ってどうしようこれ。ちょ待って中チェンしてる。やっぱここ赤に楽しじゃねえな。もう次のターン攻撃しよう。やばいぜこいつ。ガードのタイミングわからんって。あの電撃くーくーメンディーこいつなんてやつだ。でも赤での攻撃アップ効果切れちゃったし、どうしようこれ。いやここはさすがに中チェンからのオプクさんでいくしか。やばいぞこいつ波大抵の敵じゃねえ。ジェットフジャーいくしかねえな。下 ABA 下。あー下やれなんかこれ4ダメージか。やばいなこれ。マジで下が反応してるんだよな。4ダメージ。あ4ダメージもやれるね。じゃあそんな強くはないのか。はい、オッケーオッケー、ガードできた。だがまずいな、ピンチであれだな。まあいざとなったらそうだな。どうしよっか。今お姉さんのキスも使えねえが、緊急記録をちょっと頼りにして、じゃあ貫きジャンプをかましてまうか。はいはい、オッケー。16ダメージでかい。でそうだね、じゃあ今のうちにおぷくさんは水の守りでもしといてもらうか。いやどうしよう、ちょっとね体力回復系がないのよな。どうしよっか。どうしよう。いやあえてここは普通にアカリンに変えておいてもらうか。アカリンに行こう。アカリンのビリビリアタック、オッケー。多分あいつオプション出すっしょこの感じ。オッケーで残り25体力。いやこれガードできてもどっちみち死ぬから緊急記録使いましょう。いや序盤で食らいすぎだな。ガードできたと思うんだけどな。くー緊急記録を、まあ、ゴリ押しのウルって言われてるからね、舐めないでほしいね。てかあのガードが予想以上に難しかった。タイミングがなかなかつかみづらい。あれさあどうしよっか。2回耐えられても2回だな。あいつがオプション出してくれることを見越してこっちは貫きジャンプ。いやちょっと待って、ここは1回アカリンに発電パワー、ワン、ツー、スリー、スリー、スリー、オッケー。意外と早めにいいんだよな、これ。毎回焦っちゃう。で、貫きジャンプかまして、もうこうなったら連続貫きジャンプでいこう。やる暇がもったいねえ。オッケー、オッケー。毎回10ダメージ入るんだ、強くね。ええはっはっはっ、ずるないずるない、あいつ。何やってくれとるん。え、嘘、正気こいつ。回復魔法なんて使えんの。え、何、あ、これ噂の分身か。なんか見分けつくのかな。一人だけ動きが違うとか。いや、全員同じだな。いや、ここはどうする。え、どうしよう。え、どうしよう。当て噛んでいくか。当て噛んでいくか。まずクリオに犠牲になってもらって、確率2分の1に減らそう。いや俺左側が正解だと思う。あい、うわくそ、こいつ偽物か。じゃあ左は違うな。まあ2分の1、2分の1、みんなどっちだと思う。俺真ん中が偽物だと思う。あ違う、本物本物。あ違う、間違えた、偽物だと思って。何、偽物だと思って自分が言うの。何、なんでこいつこんな体力回復してくんの。ずるくないマジで。オッケー、ガード、いいぞみんな。とりあえずガードはできてるけども、 FP が持たないな。こいつ回復してくんのは知らない。クリオの情報になかったぞ回復なんて。どういうこと、なんでこいつ当たり前の回復してきてんの。それが嫌なんだけど。何、
うぅ、分身か。いや待て、ここここは嫌がらせの星降る夜で行くか。最近史上最強の技、星降る夜で行こう。そうしよう。で、星降る夜、オッケー、これで全体攻撃で相手に確定7ダメージで、残り体力18ぐらいになるから、で、ビリビリアタックで、次の攻撃しのげば次のターンで貫きジャンプでやれる。オッケーオッケー。8ダメージ当たるやついねえもんな、うちのチームに。FP2 だもんな。だったら貫きジャンプ取っときたいから、うん、オッケー。残り3ダメージ回復すんなよ。はい、よしよし、勝った。ザマーでございますよ。やるじゃねえかパラレラ、お前一番強かったら。じゃあな、アバよ。いや強かったわパラレラ、ありがとう。3、40、43スターポイント、ありがて。これ体力増やそう、体力増やそう。オッケー、35、オッケー。さ、最後の星の精がクッパ様、お許しを。強かったわ、最後の星の精守ってるだけあるな。貫きジャンプが今回 MPP だったね。 MVP か、ごめん言えてなかったわ。さて、これによって最後の推しのせい、ヒゲ男爵が手に入ると。いやー強かったわー、本当にパラレラ。金牛キノコ1個使うとは思わなかった、戦いで。師匠ですら1個しか使わなかったっけ。さて、師匠で1個使わな、1個も使わなかったんだっけ師匠で。これ最後の星の精を助けることができました。ステージクリアーい。地の果ての忘れ去られた神殿で、マルたちとうとう最後の星の精を救い出しました。七人の星の精が集まれば、スターの杖を持ったクッパと戦うための力を得ることができます。今をクッパ対決するのがようやってきましたよーい。果たしてマリオはピーチ姫とスターの杖クッパの手から取り戻すことができるんでしょうかい。次回はピーチ姫から始まるよ。いよいよ、じゃあ次回からいよいよクッパ戦の下準備とかいろいろしていくって感じですかね。それじゃあコメントまでご視聴ありがとうございました。じゃあ次回の動画でみんなまた会おう。バイバーイ。